ジャパンカップは日本中央競馬会が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。英賞の頭文字から JC という略称も用いられることがある。聖賞は日本橋協会連合会会長賞、東京橋協会賞。1981年に創設された国際招待競争で日本初の国際 GI でもある。また、 国際競争であるため、JRA の旧社関係者表彰においては、最優秀騎手賞と最優秀調教師賞の資格を L にあたり、一着を取らねばならない競争の一つに指定され、いわゆる八大競争と同格の扱いを受けていた。かつては、中山グランドジャンプとジャパンカップダートも、国際招待競争になっていたが、中山グランドジャンプは2011年により、 ジャパンカップダートは2014年よりチャンピオンズカップに解消の上、いずれも JRA が馬や関係者の諸費用を負担しない国際競争となっているジャパンカップあたり州の東京競馬場。写真公面にロンジンのタイマーが特設されている本競争は2014年にスイス発祥の世界大手時計メーカーロンジンとパートナーシップを締結し、公式掲示もロンジンがサポートしており、 2019年現在の正式名称はジャパンオータムインターナショナル論人賞第39回ジャパンカップとなっている。世界の競馬開催国は国際競り名簿基準委員会によってパート I からパート4までランク分けされており、2014年時点で日本は平地競争が最上位のパート I、障害競争はパート4にランク付けされている。 国際競馬統括機関連盟が公表した世界のトップ 100GI レースによると2018年の格付けランキングでは世界7位。日本のレースでは有馬記念を抜いて1位に位置づけられている。2019年のランキングでは世界46位。日本のレースでは7位。以下の内容は2017年現在のもの、出走資格、サラ系3歳以上負担重量。 定量日本馬の出走権、編集外国馬の出走権、編集出馬投票を行った外国馬は優先出走が認められている。また、JRA が指定した競争の上位馬に対し優先出走権を与えている。2017年の一着賞金は3億円で、以下2着1億2000万円、3着7500万円、4着4500万円、5着3000万円。 一着賞金は、中央競馬、地方競馬を通じて、最高額、報奨金制度、編集天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念の3競争を、同一年に全て優勝した、JRA 所属馬には、内国サ馬2億円、外国サ馬1億円の報奨金が交付される。また、外国長競馬に対しても指定競争の当年、優勝馬が、 ジャパンカップで3着以内の成績を収めた場合に、報奨金を交付している。指定外国競争競争名の A はイギリス、フッツはフランス、I はアイルランド。過去の指定外国競争報奨金の被戦1970年代後半より世界に通用する強い馬作りが提唱され、日本国外の長競馬を招待して、国際競争を開催する計画も持ち上がっていたが、 招待場の選定にあたり、日本中央競馬会と各国との意向に齟齬があり、実現しなかった経緯がある。1981年に日本初の国際招待競争としてジャパンカップが創設された。第1回は北米とアジア地区から招待場を選出したが、翌年からは招待範囲がヨーロッパ、オセアニアにも広げられ、3カ国の多さから世界一の競争、 競馬のオリンピックと評されることもあった。さらに1983年からは、地方競馬の所属馬も、招待対象に加えられた。第1回の優勝馬は、アメリカからやってきた成績の目立たない牝馬の上、当時のコースレコードを1秒更新したことから、日本の競馬関係者に永遠に勝てないのではないかと思わせる衝撃を与えた。そうした懸念は、 極端なものであったが、創設から1990年までの10年間は、外国小待馬の8祥に対し、日本馬は、カツラギエースとシンボリルドルフの2章にとどまり、外国小待馬の活躍が目立っていた。しかし、その後は、日本馬の活躍が目立つようになり、また外国小待馬の頭数も減ったことから、2004年から2013年までの10年間で、見ると、外国小待馬は1章。 日本馬は9勝と完全に逆転した。創設から2019年までの優勝は外国賞対馬14勝、日本馬25勝である。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。外国馬の所属表記は長強国の出展が示されているもののみ記載する。特設された。 論人のタイマーによる2018年の価値タイム表示、各界競争結果の出展、編集場所名義についての出展、ありがとうございます。